どうも皆さんこんにちは、チャックバスです。今私はですね、大阪伊丹空港におりまして、 ANA のねダイヤモンド修行を続きねやっていきたいと思います。今ね伊丹空港におりまして、ここからね羽田空港まで、帰るっていった形になります。で、2倍キャンペーンを含めて、1100ぐらいですかね、フレームポイント。ちょっと詳しいのはこれに出しておきますけども、やっていきたいと思います。それはですね、今ね4時半ぐらいでフライトが6時ということで、チェックインしてね ANA スイートラウンジでねゆっくりしたいと思います。で、本日は10月の3日ということで、緊急事態宣言もね解除されておりますので、お酒の提供がねされていると思います。ということで早速行ってきたいと思います。それでは無事チェックインすることができました。今ねちょうど飛行機が来るところだったんで、急いでカメラを回したんですけども、あんまりうまく映ってないですかね。はい、ということで、よいしょ、18時発の羽田行きですね。ANA 36便、搭乗口は10番ゲートですね。で、あとね1時間ぐらいありますんで、 ANA スイートラウンジでゆっくりしたいと思います。では行ってきます。それはね、搭乗時刻になりましたので搭乗していきたいと思いますと思ってたらですね、今ね搭乗ゲートに着いたらですね、もう搭乗開始しているということですので、搭乗ねしていきたいと思います。もう一度よろしくお願いいたします。お願いいたします。ありがとうございます。今日は無事搭乗することができました。今回ボーイング787ですね。でですね、今回ねモニターありなんですよ。いいですね。で USB リモコンもねあります。足元ねこんな感じです。いや広いですね。でですね、今ちょうど夕暮れということで、めちゃくちゃ綺麗ですね。どうでしょうか、飛行機とねちょうど夕日が相まってる感じですね。かなり綺麗です。
は羽田空港に着陸いたしました。この飛行機は第2ターミナル59番ゲートに到着する予定でございます。ベルト着用サインが消えるまでシートベルトをお締めになったままお待ちください。物入れを開けた時に手荷物が滑り出る恐れがありますのでお気をつけください。この先点灯を発する電子機器もご使用になれますが、携帯電話での通話は周りのお客様のご迷惑になりますのでもうしばらくお控えください。駐機場につきまして、皆様が飛行機を降りになる順番についてご案内をいたします。新型コロナウイルス感染拡大防止のため、プレミアムクラスにお座りのお客様に続き、前方、中央、後方にお座りのお客様の順にお降りいただきます。天気も良くてね、夜景がめちゃくちゃ綺麗ですので、それでは飛行機が止まるまでもうしばらく待ちたいと思います。ありがとうございました。ありがとうございました。ということで羽田空港ね、無事到着しました。で今回ですね、私プレミアムポイントね1000ぐらいだと片道思ってたんですけど、全然そんなことなかったですね。全部で今回ね羽田伊丹間往復してるんですけども、合計で3200プレミアムポイントぐらい、片道1600ポイントぐらいですね稼ぐことができました。PP 単価ね7ぐらいということで、ねホテルをね撮影しに行くためにねフライト取ったので、PP 単価7ぐらいだったらねいいのではないのかなと思います。もうちょっとねうまくやれば PP 単価ね下げれたと思うんですけども、今回ね緊急的に発見して1週間前ぐらいに、ね、発見したんで、いいのではないのかなと思います。ということで今回ね伊丹から羽田空港までやってまいりました。もうね10月過ぎましたので急いでねやっていきたいと思います。ということで今回の動画はねこんな感じで終わりたいと思います。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。